ウィースリニです今回は、久しぶりに武器解説の本をやっていきたいと思います。えー、今回はね、COD、BOD のね、アサルトライフルの解説を、えー、やっていきます。えー、ビータね、まあ、自撮りしかできないんで、ちょっと直撮りになっちゃって、えーまあ、画質、普段より悪くなっちゃうと思いますが、そこのところね、えー、よろしくお願いします、えー。まずはですね、じゃあ、早速、カービンから紹介していきたいと思います。えー、まずですね、 えー、カービンは、えー、実中はね、XM177 と呼ばれていてですね、M16 の重心を短くしたものになっています。えー、なんですが、えー、今作ではですね、M16 と違って、えー、フルオートの武器になっています。えー中えー、なかなかね、えー、中レートで、えー、命中率がそこそこ高いんですが、 あのー、なんせね、一発当たりの、えー、ダメージね、これ見てもらうと分かりますが、とても低いんですね。えー、なので、えーまあ、なかなかね、キルできない武器となっています。まあ、あと、リロードもね、結構長いんですね。かなり見ていただけるかし、一番下ですね、見ていただけたら分かるかと思いますが、結構長めとなっています。えー、まあなかなかね、あんまりまあ、おすすめ、あんまりできない武器ですね。はい続いてはガリルです。 この武器はね、なかなかいい武器ですよ。えー、この武器はですね、えー、イスラエルの、ね、過酷な環境でも動作するように、えー、改良された、えー、AK-47 ですね。でねフロー,ートにしてはですね、一発当たりのダメージが高めで、えー、リロード時間がね、アサルトライフル内でね、最短なんですね。最短っていうのがでかくて、えー、この銃、実は、えー、1万ガジャンあたりね、35発あるんですね。えーまあ、やってて分かるかと思いますが、本当にね、35発あって、さらにリロード時間が、 サイタンアサルトライフル内でねとなるとやはりね、継戦能力がすさまじいんですね、本当にずっと戦えるとということで、かなりね、えー、おすすめな武器です。またですね、まあ、一発当たりのねダメージが高いということでね、えーまあ、ゴリ押しで威力減衰がある長距離でも戦うことができるということで、えーまあ、距離長くしても戦えるという武器でという点でね、おすすめです。はい、続いては M16。この武器は。 えー、まぁ、あ、クロート向けの武器ですね。まあ、なかなか使いづらいです。えー、まずですね、フロートでは打てません、えー。3点バーストしか打てないので、えー、気をつけてください。えー、リロードもね、えー、遅いですし、フロートで、ね、もう打てないということでラグにとても弱いです。本当にラグでね、当たってるはずなのに死なないっていうのが多くて、大変難しい武器になっています。えー、ですが えー、まあ近距離ではね、えー、1バースとバララ3発でねやることができますということで、えーまあ、なかなか難しいな、まあ、エイムの a ムに自信があるという方はぜひぜひ使ってみてくださいはい次の武器次は、えー、M14 ですね M14 これはね、えー、もうアサルトナイフルじゃなくて DMR ですほぼ <laughs> DMR で、えー、単発でしか打てません、えー、実銃は第二次世界大戦末期にねアメリカで開発されたものでしてフロートにもね切り替えることができたんですけれども えー、まあ、今作ではね単発でしかセミ音でしか打てないという話になっています、えー、とはいってもね決して弱いわけではなく個人的には本当にアサルトライフル内最強と言ってもいいのではないかと思うぐらいです、えー、まあ、ドラグナムのね上位互換と考えてくれればいいかなと思います、えー、どの距離でね足に当たったとしてもたとえ足に当たったとしても2発で絶対やれます えー、なのでね遠距離の戦いでとても強くですねペチペチとねもうペ,チペ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 チって打ってるだけでもう敵が溶けます溶けるんですよ本当に、えー、で近距離でもねもう連打すればとりあえず2発当たったら勝てるということでね、えー、まああまりね近距離でも、えー、近距離でエイムに自信がない方でも使うことができるということでかなりおすすめなんでね、えー、ぜひ1回使ってみてはどうでしょうかはい、えー、次にですね、えー、AK47 ですね AK47 は えーまあ、世界的に有名なアサルトライフルなんですけれども、今作ではやはり一発当たりのダメージが高く、まあ、打ち応えがある感じになっています。えー、とんゃった、えー、と、ガリルとね、似た感じですね。えっ、ー、と、まあ、ガリルよりも命中率が高くてリロード時間が長いという形になっています。えー、まあ、その代わりに、あ、ま,あ、またですね、もう1個あってね、えー、ここには表示されてないんですけれども、1マガジン数の。 え、弾薬の数とこっちは30発なんですけれどもガリで35発ということでねえーまあ全体的に見たらガリルの方が使いやすいかなという感じですねまあこれもね実はあのなかなか命中率が高いということで、えー、ラグにねマルチのラグにとても強いのでねえー、まあ一回使ってみてください最後にえー、ファーマースですねファーマースこの武器はまあかなり使っている方多いのではないでしょうかえー、これはですね電車速度の高さがね 高くてですね反動がほとんどないのでとても柔軟性のある武器,でな武器になっています、えー、またですね、えー、一発当たりのダメージが低いんですけれども連射速度の高さでカバーしているのである程度の遠距離でも対応できますということで、えー、かなりオールマイティなね、まああのー、標準的な武器となっていてどのカスタマイズをつ、ね、けてもしっくりくる武器となっています、えー、使いやすいのでね初心者の方はぜひ使ってみてくださいということで今回は えー、ということで、今回ね、ここら辺で武器の解説を終わるんですけれども、えー、ここから個人的にね、えー、おすすめなカスタマイズの方をね、えー、紹介していきたいと思います、えー。まずはですね、カービンですね。カービンは、えー、もともとね、えー、そんなにね、レートが高くないということで、 えー、あ、レードが高いじゃないわ、あの、あんまりダメージがね、高くないということで、ノイズサプレッサーはつけない方がいいんじゃないでしょうか。遠距離で本当に戦えなくなりますので、えー、ノイズサプレッサーは、えー、なるべくつけない方がいいと思います。えー、まあ、あとはね、何つけてもいいと思います。アイアンサイトもまあまあ見やすいですので、レッドドットをね、えー、わざわざつけるみたいな、そういうこともないかなと思います。遠距離で戦いたい方は、レッドドットをつけてもいいと思います。 はい、えー、で、ガリルですね。ガリルは、えー、とてもね、えー、いい武器ですので、なかなかね、つけようが迷うんですけれども、アイアンサイトがね、とりあえずあまり見やすくないということもありますので、えー、レッドドット推奨します。で、縦、えー、反動がね、えー、かなり強めなので、ウェイトバランスもね、つけた方がいいかなと思います。まあ、ここはね、個人的な考え方で、レッドドット外してね、グレネードランチャーつけるとか、いろんな組み合わせがありますので、えー、まぁ、あ、ご自由にお願いします。 はい。えー、っと、次はね、M16。M16、これなかなかね、もう使いづらいんでね、なんとも言えないんですけれども、まあ、ノイズサプレッサーが一番個人的にはいいかなと思います。えー、ノイズサプ、 もともとこの距離、あの、この時ね、近距離じゃないともう1バーストで殺せないんですよ。なのでもう近距離特化と諦めて、逆に隠密行動みたいに絶対にバレないみたいな形でやってった方がいいかもしれません。なので、あえてノイズサプレッサーをつけると。で、さらにこれちょっとアイさサイドがそこまで見やすくないんでね、レッドドットをつけるみたいな。レッドドットのノイズサプレッサーがいいかもしれません。結構僕、レッドドットつける派なんで、あの、ま、レッドドットつけないでグレネードランチャーとかいう方は、ま、グレネードランチャーつけていただいてもいいかもしれません。 えー、ラピッドファイヤーはつけない方がいいですラピッドファイヤーつけると、えー、一発あたりのね見かけのこう反動が大きくなって ブレやすすすくくなななりままのでなななる,なるべくつけいいいい方がいいと思いますはい次次は M14 ですね M14 なかなかカスタマイズの違いがあるんですけれども、えー、この武器ですね遠距元々遠距離向けですので遠距離強いようにレッドドットをつけるとで、えーとまあ、反動もまああるんですけれどもそこはある程度制御できるという形で、えー、僕はラピッドファイアの方をつけています、えー、この武器そこまで連射性能がなくてですね近距離で来るとやっぱりきついものがありますのでもっとペチペチするためにもラピッドファイアをつけるのも いいのではないかなと思います。えー、拡張マガジンをつけてね、20発の、あれを30発にするっていうのもいいかもしれません。やばい、動画の尺が長くなっちゃってるね。えー、っと、最後ですね。あ、最後じゃねえよ、2個目だね。えー、AK47 ですね。AK47、この武器はですね、えー、っと、かなりね、えー、ガリルと似たようにアイアンサイトが見づらい武器となっています。なのでね、レッドとサイトをつけることをおすすめします。えー、ロシア製のね、武器。 まあですね、大体レッドドットサイトをつけるとですねあの反あ、逆台形みたいな形のね、見やすい、ね、レッドドットサイトになりますのであのロシア製の武器にはね、結構。 レッドドットサイトをつけるのをおすすめします。ということで、レッドドットサイトとウェイトバランスですかね。これもまた縦反動が強いので、レッドドットおすすめし、あ、レッドドットじゃないよ。ウェイトバランスをおすすめします。えー、最後にですね、ファマスですね。えー、ファマスは、えー、本当にね、柔軟性の高い武器ですので、何つけても合います。なので、まあ、特に僕がアタッチメントについては言うことはありません。はい。てな感じでね、えー、かなり急ぎ目になっちゃったかと思いますが、今回のこの動画どうだった,どうだったでしょうか、えー。気に入っていただけた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ終わり